命日。昔、電力会社の下請けで作業員していたんだけど、その時に聞いたちょいコアな話。書き溜めたんで投下します。特定避けるために少しフェイク入れてます。前提知識として、各家庭に電力を配る配電用変電所ってのは小規模で無数にあるから、普段は人がいないんだよね。しかも建物はコンクリートの打ちっぱなしで、築3、40年のものがゴロゴロ。薄汚れているし、建物内も暗くて、サイレントヒルの廃病院みたいな雰囲気。特に地下変電場とかは、真っ暗な中で電灯をつけながら進まないといけないから、何もなくても怖い。だから、普段でも一人で作業するときは、結構不気味なんだよね。俺、怖がりだし。そんなわけで、飲んでいるときに、変電所にまつわる怪談とかないんですか？で、ふざけて聞いたら、社員と別な下請けの人がこの話を教えてくれた。某都市部の地下配電用変電所には、年に一度、命日と呼ばれる日がある。その日は、停電とかの緊急事態じゃない限り、作業は禁止されている。なんでかっていうと、その命日には、死亡事故が何度も起きているから。しかも、どの事故も、本来作業場所じゃないところに入り込んで死ぬ。という奇妙なものばかり。いつから命日があるかもわからないし、そもそも、誰の命日なのかすらわからない。古い社員で知っている人はいるけど、教えてもらえないらしい。ちなみに下請けの人は、自分しかいないのに、エレベーターが勝手に違う階に移動していた。ってことを何度も経験したとか何とか。その地下変電所は今でも現役で、命日による作業中止も、未だに続いている。あ、具体的な事故を書き忘れた。通信回線の工事に行ったのに、高圧変電機に触れて感電死、とか、工事監督のための現地調査に行ったのに、工事区画以外の階段から落ちて滑落死、とか。そんなんばっかだったらしいです。命日。崩れたユニットバス。ある日のユニットバス施工工事の話。うちの会社が施工したマンションのユニットバスが天井から水漏れするという苦情を受けて直しに入ったとき、苦情を入れた住民の方側のユニットバスを見ると、確かに天井が水漏れで、蓋が黒ずんでいた。すぐに蓋を外すと、排水管とコンクリートの微妙な隙間から水が漏れてきていることが分かった。マンションはすべて、全階層水回りは同じ配置にされているから、上の階のユニットバスに何か問題があるのだと思い、上の住民に説明して、バスに入らせてもらった。家主が、少し汚れていますけど、と断りを入れるので、あ、掃除不足なのか、と思って入ってみると、施工から1年も経っていないのに、そこら中が水カビに浸食を受けていた。シリコン剤がカビに食われて真っ黒に変色している。こんなになっていても家主は気にならないのか？よっぽど不清潔なのかと思うと、汚いのは風呂場だけで、他の部屋は小ざっぱりとしているし、家主も人が良さそうな小綺麗な40代風の女性で、そんな風には見えなかった。気味が悪かったが仕事なのだから、と諦めて排水部を確認してみると、一体型の床部分、強化プラスチックに
亀裂が入ってしまっていることが分かった。そんなに簡単に亀裂が入るわけがないと目を疑ったけれど、当然現実。バス部分は床部分を合わせ、全突開になってしまった。後日、ユニットバスを解体して、バス一体型の床部分を持ち上げると、コンクリートとの間に、ぐずぐずに崩れかけた、出来損ないの人形みたいなものが落ちていた。会社の先輩と自分二人で来ていたんだが、二人ともそれを見て顔面蒼白。それは髪の毛の束を無理やり包帯でくるんで人型にしたようなものだった。茶色のゼリー状のニコゴリのような物体がこびりついた人形の体中心部分には錆びた裁縫針が山ほど刺さっていた。正直触りたくもないと思ったけど、十中八九原因はこれなんじゃないかと思い、ここで躊躇したら、またここに来なければならない、と思い至る。仕方がないので、ゴム手でひっつかんでポリ袋に入れ、汽車途中、適当なゴミ置き場に放置してきた。家主はそれの存在を知ってか知らずか、その後の素振りも全く普通。こちらにはそういった話はしてこなかったし、自分たちもあまり触れたくなかったので、そのまま施工を終えて帰ってしまった。しかし、原因を作ったのがあの家主で、またユニットバスが壊れたとしたらどうしようか、と今でも少し落ち着かない。今のところ何もクレームがないので大丈夫だと思うんだが。崩れたユニットバス。はい、どうも。仕事にまつわる不気味な話その7をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。怪談探偵 VTuber の影の像と申します。仕事とまあ関係あるかどうかわかんないんですけども、時々なんかレストランとかその飲食店で、こちらイカスミスパゲティになりますって言って、ほう、じゃあ今からイカスミスパゲティにしろよってなるんだろう、ほら早くしろよみたいな、こうめんどくさいクレームつける人いるじゃないですか。あの、なんでその店員さんはなるって言っちゃうんだろうとちょっと考えたことがあって、確かに接客するときって、1万円からお預かりしますとか、僕ね、この1万円からお預かりしますっていうのはまだわかるんですよ。1万円の中から今回のお題をいただきますねっていうので1万円からお預かりしますっていうのはわかるんですよ。まあ俺が出してんだから1万円からっていうのはおかしいだろうっていうクレームつける人もわかるんですけど、このイカスミ、なんでイカスミスパゲティって言ってるのかわかんないですけど、このイカスミスパゲティになりますは多分時代劇の影響じゃないかと思って、僕が何言わんとしてるか分かりますよね。よく最後のこの遠山の金さんのセリフなんかな、将軍様のおなーりー的な感じで多分、こちらイカスミスパゲティになりますを使ってるんだと思うんですよ。知らないですけどね知らないですけど、僕はそうなんじゃないかなと思ってて。だからなんか文法が気になる人は、イカスミスパゲティのおなりって言えば多分文句は言うだろうな、言うでしょうけど。まあ、イカスミスパゲティでございますが、まあ正解なのかな？ちょっと僕も日本語そんなに得意じゃないんであれですけども。だから、変な話、時代劇を見なくなった世代が飲食店のスタッフとかになると、なりますっていう言葉はなくなるんじゃないかなと僕は、推測しております。まあ時代劇なくなるの悲しいんで、そうなってほしくはないですけども。あの、具体的にこのなります、なんで皆さん言っちゃうのかっていうのをご存知な方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。それでは。仕事にまつわる不気味な話その8でお会いできましたら幸いです。
怪談探偵 VTuber の影の像でした。ほなほな。